皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰孝明です。ストレッチの大切さは分かったので始めていこうと思います。ただ情報がたくさんありすぎて、どのストレッチをしたらいいかが分からないです。これだけは絶対にやっておけっていうのがあればですね、ぜひ教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、実際に初めてね、いろんなストレッチ始めてみようと思うんですけれども、情報がありすぎて、あれもこれもどれもそれもってなるとなかなか続かなかったりですね、効果もね実感できないものともあったりしますので、それによって三日坊主ないしは1日2日でやめてしまう、そんな方も多くいらっしゃるので、まずここだけは人間の体の特性として押さえておいた方がいいよというのをですね、上半身下半身それぞれ一つずつをですね、体幹と連動させて、体の軸とですね連動させたストレッチメニューを2つご紹介させていただこうと思います。まず一つ目は下半身のストレッチなんですけれども、下半身を語る上ですごく大事な要素というのが、股関節の伸展っていうね、このまっすぐな状態から足が後ろに下がっている状態を、こっちが屈曲と言います。反対側伸展というんですけれども、この伸展の要素っていうのはすごく重要になります。っていうのは、人間は2本足で歩くようになったので、片方の足が前に出た時には、反対側というのはこっち側ですね、伸展方向に股関節が動いているんですけれども、日常生活の中でこの伸展という要素がですねないんですね。椅子に座ってても股関節がこう曲がっている状態ですし、なので歩く走る以外の要素で股関節を伸展に持っていくストレッチというのはないので、まずはですね、この股関節を伸展させていくワークをやっていこうと思います。このように膝立ちポジションから片足一歩前に出してもらって、重心をぐーっと前に持っていきましょう。この時に体が前傾してしまったり反り腰になったりしないように、このままずっと重心を前に持っていくと、後ろ側にあるもものね、前側が伸びていくのを感じられると思います。そして少し戻して、息を吐きながらふーっていう形で何度かですね、前に行ったり後ろに行ったりっていうのを繰り返していきながらですね、徐々にこの動かせる範囲っていうのを増やしていくといいかなと思います。さらにですね、せっかくこの状態を取っていただいたと思うので、足を出していただいたら、今度ですね、この手をですね、床面についてもらって、こっち側のついている方の股関節をぐーっと外側に押し出してあげることによって、股関節の内側だったりとか外側に倒していくための股関節の、ね、動きっていうのが良くなっていくと思います。そしてさらに、立てている方と同じ側の手をぐーっと天井方向に伸ばしていくことで、股関節、骨盤、背骨、そして上半身という形でしっかりとですね、体のコンディションを整えていくような全身のストレッチをすることが可能になります。これが下半身と体幹を連動させたストレッチメニューになります。続いて上半身なんですけれども、上半身は必ず一度はね、やったことあると思います。深呼吸のワークです。息を吸って吐きましょうっていうワーク、体育の授業でもやったことあるんじゃないかなと思うんですけれども、ここにはですね、非常に大事なエッセンスがたくさん含まれております。まずはですね、手を万歳していくことによって、普段丸まってしまっている背筋を一緒に手とともに伸ばしていくことが可能になっていきます。そしてもう一つ、手をですね、上げたところから横に開きながら下ろしていくワークの中で、ここでですね、普段巻き肩になってしまっている方っていうのは、ね、常にこういう状態、内巻きの状態になってしまっているので、下ろしていくときに手のひらを天井方向に向けるようにぐーっと外ねじりにしてもらうと、バストトップが引き上がっていく感じ、わかるかなと思います。逆に内ねじりにしていくと背中が丸まっていくと思うので、万歳して背筋を伸ばしたら、このまま手のひら天井方向を向けたまま、かつ手は前側ではなくて、できるだけ後ろ側を通してもらって、息を吸って吐きながら、ふーっと手の天井方向を向けたまま、手の位置は後ろ側を通して戻していく。息を吸って吐きながら戻していく。このようにですね、上半身では深呼吸をしながら万歳のワーク、そして手を横から開いて戻していくことで、肩周りだけでなく背骨、そして胸の前、肩甲骨も同時に動かしていく、といったいろんなエッセンスの詰まった大事なワークになりますし、最初にお伝えした膝立ちでの片足をね、前に出していくランジのワークではですね、ももの前側をもちろん伸ばしていくことができるんですけれども、そこにですね、プラスのエッセンスで両手をついて股関節を外側に開いていったりですね、足を出した方と同じ側の手を天井の方にね、向けていって胸を開いていくことによって、下半身だけでなく骨盤、背骨、上半身という風に連動したワークになっていきますので、骨
このようにですね、一つできるようになっていった先にはいろんなエッセンスを取り入れていく中でですね、よりご自身が健康になっていくためのストレッチをね、選択的にできるようになっていくかなと思いますので、まずは今日ご紹介した2つのワークというのを取り入れてみてはいかがでしょうか。もちろんこの2つで全てが網羅できるわけではないので、ぜひこの先にですね、いろんなエッセンスだったりとか慣れていくとですね、こういう風な体の動かし方もしていきたいなというふうに思う方も増えていくと思いますので、まずはここからスタートをしてみてください。またですね、皆さんからの質問がありましたらですね、このように動画でお返事したり、中にはですね、 LINE でご連絡いただく方もいらっしゃいますので、その都度ね、お返事をさせていただきますので、ご質問等があればですね、お気軽にお問い合わせください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Ta-da!